すいません。どうもありがとうございます。はい。ミキでございます。はい。本日はよろしくお願いします。お願いいたします。本日はですね、はい、西川きよし芸能生活60周年記念、自伝発売全国ツアー発表会見にお集まりいただき、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。なんと、芸能生活60周年、はい、こちらを記念しまして、初の自伝本でございます、はい。小さなことからコツコツとが発売され、また昨年の吉本興業110周年感謝祭に引き続きまして、はい、芸能生活60周年記念公演といたしまして、西川きよしのプレミアム大感謝祭が、今年も開催されるということで、はい、そして本の詳細でございますが、本日より全国の書店にて西川きよし初の自伝小さなことからコツコツと発売されており、はい、金額は税込み1760円となっております。特になんか1760円で語呂が合ってるとかではないですけども、ないですね。260円、2000円出すと240円返ってくると。素晴らしいですね。はい、やっぱりジュースがあ、はいはい、いいですよね。いいことがあります。はい、清志師匠ですから、やっぱ何かが返ってくるというか ね、小さなことからコツコツとやってきて、はい、60周年で1760円、そうですね、もう本日からでございます。はい、清志師匠今スタンバっておりますが、もうすごい気合十分で、はい、もうすごかったですね。すごかったです。楽屋挨拶行ったら、まあまあ座りやって言われて、めんどくさいんですぐ楽屋帰りましたけども、はい、でも話が長そうやったんで、はい、ここでね一気に喋っていただこうと思います。はい、そうですね。はい、早速でございます。もうじゃあもう主役をお呼びしましょうか。はい、それでは、お呼びいたしましょう。本日の主役でございます、西川きよし師匠でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、おはようございます。はい、師匠、師匠、ありがとうございます。ご一緒させて、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、きよし師匠、はい、本日はよろしくお願いいたします。師匠、今、師匠、聞いてましたか、ミキの二人が。はい。偉いこと言ってましたよ。何ですか。楽屋挨拶いたけど、まあまあ座りやって言われたけど、めんどくさかったから帰ってきたって言ってましたよ、今。はい、とんでもない失礼な奴らでしょ、こいつら。いや、僕はそう思いません。なんてできた人なんですか。見ましたか、今の。ね、実際、楽屋に挨拶行ってない僕にも何も言わないんだよ。挨拶行ってください。挨拶してましたね、はい、本当に。本当によくないですよ、本当に、それは。こんなできた方いないんですよ、本当に。よろしくお願いします。はい、はい。もう、この4人は、はい、ここ、本当近しくさせていただいて、特に、剣道小林さんは、ここ2年間ぐらいの間に、ものすごく同じ仕事を。ご共演させていただくことが最近増えまして。今日は本当はこれ、一人でやらなければいけないことを、はい、僕も、心細いと。あ、いうことで。ということで、はい、今日は剣道小林さんが。そうすると、内閣の方から3人をこちらの方へ。内閣の方。あ、僕らは内閣から。清志内閣という。吉本内閣。吉本内閣。吉本内閣。はい、吉本内閣。大崎会長、はい、岡本社長、はい、いろいろご相談したら、はい、この3人が一番違うわけなんです。最近一緒に仕事する機会が多いじゃないですか。はい。ですから。よろしく。あ、もう喜んでね。でも、この、こっちから見せていただいた。東京やな。東京ですか。さっきから楽屋でもおっしゃられてましたけど、はい、結構しょっちゅう来てはるから、そんな東京、はい、僕のシャツ見て東京やなって言ってました。言うてました。僕のシャツ見て東京やな。デザインよ。東京のデザインですか。大阪にはないデザイン。本当ですか。そう、大阪とは全然、まず人数が違うじゃないですか。いや、そんなことないです。こういう時に集まっていただけるね。これだけ集まってくれるイベントやったことある。結構僕は、いや、ないです。そう言うたらあかんで。早めに謝るんだよ、お前。ちゃちゃ、そうだってあるもん、うん、ごめんなさい、早めにごめんなさい言うよ。ごめんなさいって言いなさい。あるもんだって。結構この人数、何やったそれ。ほらごめんなさいって言いなさい。具体的にあげんかい、何やったのか。具体的に、あの、結婚発表した時とかは結構集まっていただいたりとかしましたけど。そら来るやろ。そら来るやろ。ね、難しい。もう今ので清志君気持ちよくなったからそれでいいぞ。そうそうそう。清志君、今日よろしくお願いします。俺、端からだから。ミキが向こうらしい。そうそうそう。俺らがこっちこっちこっちだ。すいませんでしょ。前何お前、いつまでも小松さん邪魔やなみたいな空気出してんねん、お前。そう、俺らこっちで殺しなからな。そうかなと、はい、下手です、すいません。それだけの話やけど、はい、剣道小林さんは、はい、子供の頃は全国で、はい、成績が6位やったんです。それは今日僕のこと大丈夫ですか。ぜひ書いてください。剣道小林さんは小さい頃、もう知らない記者さん、天才少年やった。天才少年。今日僕のこと大丈夫。本のことね、覚えてください。そうですね、師匠、師匠、小林さんの話もいいんですけども、はい、本、
はい、なんと今日ですね、はい、清志郎の、本自動自助伝、はい、自伝本が出される、ね、発売ということで、もう本当3年かかった3年もうお作りになられてから3年、はい、なかなかなボリュームですよね。3年間の執筆、本は難しい。あ、そうですよね。そうですか。だって今まで結構清志師匠いろんなお話逸話されてますけど、この本でしか出されてないお話とかも結構あったりとか。いや、もう本出してませんもん。いや、その違う、いろんなメディアさんとかでこういろんな清志師匠お話しされるじゃないですか、清志師匠とかの話とか、はい、でもそれは本にはなってないよ。ですよね。だから、違う。なんで分かれへんの？なんで分かれへんの？分かるやんけ。なんでその A ね、もう。兄弟は強いな。兄弟は強いですわ。本当にありがとうございます。だから、初出しのね。そうなんです。多いですよ。そう。この本で初出しが多いんじゃないかと。そうです。そうですよね。はい、この本で。書き切られへん、60年。そうですよね。そりゃそうでしょう、はい。僕も、まだ全部はさ、昨日いただいて読ませていただいてないんですけど、はい、ヘレンさんの話とかも出てきたりとか。もちろん、そら、いや、もう57年も人、ゼネの人で一緒におんねんからね。ヘレンさんはやっぱり大事な存在ですよね。はい、いや、大事な存在というか、もうそら、本当によくテレビでやってるけども、こう、古い金庫を開けて、はい、見つかれへんって、やっと、そんなんやな。なるほどね。ようテレビでやってますか、今の話。ようテレビで、今の話。今の話なんすか、ようテレビで。古い金庫。人間でね。落ちない時あるやんな。あ、ありますよ。ようテレビでやってるやつや、今の。でも、この本ちょっと読ませてもらったけども。はい。はい。すごいですよ、昔はね、先輩やったヘレンさんを。ヘレン姉さん。ヘレン姉さんを。ああ、そうですね。いつしかヘレンと呼ぶようになっていったってくだりはね。ありましたね。あれは、今の女子高生も読めますよ。なるほど。そうですね。すごい、立場を超えた愛というかね。ああ、そうですね。ちょっと本人は照れくさいでしょうけど、相当こう、そうですよね、メロメロなこと書いてましたよ。そうですね。はい。まあ、病気にならなかったら、うちの家には来てないという。そうですよね。一度、体調崩された時に看病されたことがきっかけで、はい、いつしかヘレンと呼ぶようになっていたというね。そうですね。あそこは良かったですね。牛乳とパンをね、おごってもらって、ね。あ、あそこも良かったですね。あそこも良かったです。ね、その時は牛乳とパンをおごってもらえた、その優しさよりも腹満たされる方が嬉しかったな。そう書いてました。一食も、ものすごい嬉しかった。なんか病、ヘレンさんがね、なんかちょっと体調崩されて、吉本興業が、その病院行くまでもないから、清志師匠の部屋でね、看病せえって言って、よく聞いたら熱40度あるって書いてあったんですけど、絶対病院行くほどのことでした、それ。熱40度あるやつよ、よう吉本興業ほったらかししましたね、いや、40度ないですよ。オーバーに会社が入れるだけで、8度ぐらいやったら。8度や、ね。じゃあ本人は40度。8度。本人は40度で書いてある。いやいや、書いてない。本人は40度で書いてある。さ、嘘ばっかつくなっちゃった。本人40度で書いてあることばっかり言ってるわ。続きはね、読んでいただきましょう。読んでいただきましょう。そうですね。